今日はバファローズ草抜きイーグルス田中の先発で始まって、その立ち上がりツーアウトランナー三塁で山崎武史を見逃しの三振、外いっぱいでした。見事ですね、はい、その裏のバファローズ、ここはツーアウト二塁一塁という場面でラロッカの打球はショート、これも何でもない当たりだったんですが、渡辺直人のエラーでツーアウト満塁。しかしここは田中が踏ん張ります。 T 岡田を見逃しの三振に打ち取って、ここはピンチを出します。3回のバファローズはワンアウトランナーなしから岡田がヒット、3番後藤倒れてバッターボックスは4番のカブレラ、外のバッスルを右方向に持っていきました。この打球がライトスタンドへの今シーズン第1号先制のツーランホームラン、草薙に2点をプレゼントといったシーンだったんですが、昨日欠場したカブレラ、今日は4番に入ってホームランです。しかし4回ランナー2人を置いて中村典弘がライト前タイムリーヒット、フィリップスがホームイン、リンデンは三塁にタッチアウト、まあ、これはツーアウトランナーなしからエラーとフォアボール、その後のタイムリーでした。まあ、楽天が1点を返してこれで2対1となっています。